ルイードは神奈川県横須賀市出身のレゲエミュージシャン。本名は久保塚良介。実形は俳優の久保塚洋介、久保塚俊介。身長171センチメートル。横須賀市立大矢部小学校、横須賀市立大矢部中学校、神奈川県立横須賀高等学校、明治大学卒業。中学1年の頃、長兄が招待してくれた。 ヒップホップのライブで未体験の空間に痺れた体験をした。翌年の誕生日にターンテーブルをプレゼントされると表現の楽しさにはまる。初ステージは地元横須賀市大谷部の飲食店。レコードを回しマイクを手に歌っていた。15歳から音楽活動を始め、18歳の時に日本最大のレゲエフェスロードツー横浜レゲエ祭に出場し、 最年少で優勝。2010年頃からマグナムレコーズに所属。2014年ディレイラースを結成。同年 ART でメジャーデビュー。2015年音楽活動を始めて15年目で初のベスト版をリリースし、東京都内でワンマンライブを行った。2016年横須賀市内で撮影した映画スカブロ。時系との共演で、 初めて踏み入れた演技の世界で視野が広がる。長兄も仮面を出演し、3人が同じシーンに登場した。2017年2月14日発売のオーリー3月号で15周年を機に自身が企画した3人の対談は仕事や兄弟としての目線を語り合った。兄弟は表現者として身近な支えであり、刺激を受ける存在と述べている。 2019年4月、横須賀市内の企業とタッグを組み自身のレーベルとマスターマインドを立ち上げた。立ち上げと同時にマグナムレコーズから独立した。ありがとうございます。